こんにちは、皆さん。フィリピンからのクリスのチャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。For today's reaction video, I am watching A Finnish woman fascinated by cherry blossoms is moved by the anecdote about cherry blossoms that connect Japan and the world. The video is from this channel. It was suggested by this viewer. Thank you so much for your suggestion. では早速、始めましょう。こんな風景はありえない。CG でしょ？あるフィンランド人女性は日本の桜の絶景に半信半疑でした。その後彼女は桜にまつわる興味深いエピソードを知ることになります。そしてこの史実を知って桜に対する思いが一転しました。日本の桜をこの目で見ないわけにはいかないと語ったのです。ほどなくして彼女が初めて日本を訪れる日がやってきました。彼女は日本の桜を目の当たりにして言葉を失ってしまったといいます。彼女を一変させた日本の桜にまつわる隠されたエピソードとは一体何でしょうか。ここから詳しく見ていきましょう。私はフィンランド出身のエミリアと言います。皆さんはフィンランドがどのような国なのかご存知でしょうか。北欧フィンランドは森と湖の美しい国です。国土の約 70% が森に覆われ、湖の数は19万以上にもなります。そして意外と思われるかもしれませんが、大変な親日国でもあります。日本文化の一つ、お花見は春の訪れを祝う行事として、フィンランド人にも愛されているのです。フィンランドの首都ヘルシンキにあるロイフブオリ桜公園では、春になると日本から寄贈された240本以上の桜が咲き乱れ、それはそれは美しい光景です。私はずっと、フィンランドで見る桜も、本場の日本で見る桜も変わらないだろうと信じて疑いませんでした。しかし、私の桜に対する感情が変わる大きな出来事がありました。それは、よく見ている旅番組で日本の特集が組まれた時でした。そこに映し出された日本の桜はあまりにも幻想的で見とれるほどだったのです。私は、こういう疑似体験ができるアミューズメントパークかなと思いました。さすがに、この風景はありえないし、全部 CG だろうと、そう考えていたんです。ところが、番組を見る中で、これが実際の映像だったことを知り、驚きを隠せませんでした。そして、フィンランドの桜とは全然違う、日本の桜をもっと知りたいという、衝動に駆られてしまったのです。それ以来、SNS などで毎日のように日本の美しい桜の写真などを眺めながら、日本の桜をこの目で見ないわけにはいかないと思うまでになっていました。そうして、日本の桜の種類や名所、日本の桜のことなら何でも手当たり次第に調べている中で、日本の桜についてとても興味深いエピソードを発見したのです。そのエピソードとは、日本の桜が日本と外国の友好の架け橋になったという史実でした。ここからはその2つの事例をご紹介したいと思います。まず1つ目はアメリカです。皆さんはアメリカにも桜の名所と呼ばれる場所が存在することをご存知でしょうか。それはアメリカの首都ワシントン DC です。ホワイトハウスから 1km ほど離れた場所にある川の入り江、タイダルベイスンの周辺では3000本を超える桜並木があり、アメリカを代表する名所となっています。桜が咲く時期には毎年催し物が開かれ、多くの人で賑わいを見せているそうです。実は、このタイダルベイスンの桜は今から100年ほど前に日本からアメリカに送られたものなのです。当時、訪日した経験を持つアメリカの学者や作家などが日本の桜を見て、その美しさに感動し、それをアメリカにも広めたいと考えていたそうです。当時のウィリアム・タフト大統領のファーストレディ、ヘレン・ヘロン・タフト夫人も、日本の桜に魅了された人物のうちの一人だったといいます。彼女は、アメリカの人たちにも、あの美しい桜を見せてあげたい。と常々語っていたというのです。そんなヘレン夫人の希望もあり、当時の東京市長であった尾崎幸雄氏により、日米友好の証として、2000本の桜の苗木がアメリカに贈呈されることになりました。そうして1909年、アメリカを目指し、
2000本の桜の苗木が海を渡っていきましたが、あるトラブルに巻き込まれ、アメリカに上陸することなく失敗に終わってしまったのです。しかし3年後の1912年、再度3020本の桜の苗木が日本からアメリカへと送られることになり、無事にアメリカ上陸を果たしました。これに感激し、アメリカ側からもお返しとして3年後の1915年、日本に花水木が送られたそうです。日本人が桜を愛するように、アメリカ人にとって花水木は特別な花だといいます。しかしその後、タイダルベイスンの桜並木は大きなピンチを迎えます。なんと桜の一部を伐採し、そこにアメリカ第3代大統領トーマス・ジェファーソンの記念館を建設するという計画が持ち上がったのです。この計画にワシントン市民たちは猛抗議。150人の女性が集結し、体を張って桜を守ったというのです。こうしていくつもの障害を乗り越え、タイダルベイスンの桜並木は今に至るのです。さて、今年もアメリカの首都ワシントン DC では、日本より一足早く桜が見頃を迎えたそうです。ところがその桜が気候変動の影響で危機にさらされているというのです。ワシントンに春の訪れを告げるタイダルベイスンの桜ですが、今までと同じこの光景を見られるのは今年が最後となってしまいそうです。今年は観測史上2番目という速さで開花のピークを迎えたといいます。実は温暖化の影響で年々水位が上昇しており、満潮の時刻には桜の木が浸水する被害が出ているというのです。そのためアメリカ国立公園局は新たな防潮堤を作るため桜の木を160本伐採する方針を決めたそうです。でも安心してください。アメリカ国立公園局は2024年5月に工事を開始し、完成後には新たにおよそ270本の桜を植える予定だそうです。続いて2つ目の国をご紹介しましょう。それはウズベキスタンです。ウズベキスタンの首都タシケント市では春になると綺麗な桜が咲き誇ります。実はこのウズベキスタンの桜には感動的なエピソードが隠されているのです。時代は第二次世界大戦期にまで遡ります。当時ウズベキスタンにはソ連軍によって送り込まれた日本人捕虜たちが強制労働を課せられていました。捕虜であるのにもかかわらず、日本人たちはとても真面目に働いていたそうです。そしてそんな彼らの姿を見た現地住民たちは、日本人に対してポジティブな感情を抱くようになっていきました。日本人たちは几帳面で仕事を大切にするとてもいい手たちだ。時間が来ても仕事が終わらなければやり続けるし、うまくいかないときは工夫してやり遂げていた。誰かが病気になると助け合っていた。日本人が作るものはすべていいものだった。このように現地の人々から日本人捕虜たちは尊敬されていたといいます。日本人捕虜たちはいつか日本に帰れる日が来ると信じ、励まし合いながら一生懸命労働に勤しんだのです。しかし、そんな願いも叶わず、現地で命を落とす者たちも少なくありませんでした。そのため、ウズベキスタンには強制労働で命を落としてしまった日本人たちの墓地が存在するのです。その墓地をウズベキスタン人たちは必死に守り抜いてきました。ソ連から墓地を解体しろという命令があった時にも従おうとはしなかったそうです。しかし年月が流れ、その墓地を管理する人々も減り、墓地は廃れてしまったといいます。そんな時、かつて捕虜だった日本人がその墓地を訪れ絶望してしまいます。この地で励まし合いながら労働に勤しみ、帰国したいという願いが叶わぬまま命を落としていった日本人の仲間が、こんな廃れた場所で眠っているということを知り、大きなショックを受けたのです。そして2001年、この声に応えるために日本大使館は墓地の整備に乗り出し、その費用を集め、ウズベキスタン政府に整備の申し出を行ったのです。ところがウズベキスタン政府からは予想だにしない答えが返ってきました。なんとウズベキスタン政府は日本側の申し出を拒否したのです。これは
どういうことでしょうか。実はウズベキスタン政府は日本人墓地の整備を拒否したわけではありませんでした。ウズベキスタン政府は、ウズベキスタンで亡くなった方のお墓なのだから日本人墓地の整備は日本との友好関係の証としてウズベキスタン政府が責任を持って行う。これまでできなかったことは大変恥ずかしい。早速整備作業に取り掛かりますと謝罪しつつ、自らの責任で整備したいという返答だったのです。しかも政府の声かけによって多くの一般市民がボランティアとして作業に参加したといいます。当時日本人が作った水力発電所はまだ現役で稼働しており、その恩を忘れることなくウズベキスタンの人たちの間でしっかり語り継がれていたのです。子供たちは母親から、日本人は規律正しい人々だ、勤勉で物を作ることがとても上手な人たちです、そして恩を忘れない律儀な人々だ、あなたも日本人を見習って大きくなりなさいと聞かされて育ったといいます。こうして墓地はきれいに整備されていきました。しかし墓地が殺風景すぎてなんだか悲しいと感じた日本大使館スタッフがある提案をしました。それはここで亡くなった日本人たちに桜を見せてあげたいという願いでした。ウズベキスタン政府はこの日本大使館の提案を快諾するとともに、当時建設中だったタシケント中央公園を日本の桜で埋め尽くせないかとリクエストまであったというのです。こうして各日本人墓地と中央公園、それに続く大通り、大統領官邸、ナボイ劇場などで合計1300本もの桜の苗木を植えるという国家的大事業が始まったのでした。桜の苗木は日本から空輸され、日本の造園家の指導のもと、ウズベキスタン人たちによって植樹が行われたそうです。そしてこの桜は、春になると街中で満開の花を咲かせ、かつての日本人捕虜たちと現地のウズベキスタン人たちの絆が、今もなお生き続けているということを垣間見ることができるのです。私はこの2つのエピソードを知り、これまでになく、桜に対する関心が強くなり、日本の桜をこの目で見ないわけにはいかない、と固く決心したのです。そしてついに、私は日本を訪れました。東京の街で様々な桜の名所を巡り、そこで満開の桜を見ることができました。生で見る日本の桜の美しさは、私の想像を超えるものでした。あたり一面に乱れ咲く、薄桃色の可憐な花。そして、風が吹くたび花びらが宙を舞う桜吹雪の素晴らしい風景。日本滞在中、私はその美しさに心打たれると同時に、あのアメリカとウズベキスタンのエピソードが心の中に蘇り、熱いものが込み上げてくるような感覚を味わいました。フィンランド人の私の中にも、桜を通して日本との強い絆が生まれたような、そんな気がしました。日本の桜には胸を打つエピソードが隠されていました。桜は日本人にとって特別な花です。春に日本を訪れる外国人たちの多くはその一番の目的が桜だと言います。さらに海を渡った日本の桜はその美しさで現地の人たちを魅了しているのです。今年もちらほらと日本列島の桜の開花が発表され始めています。皆さんも日本の桜には多くの隠されたエピソードがあることを思いながら、今年の桜を鑑賞してみてはいかがでしょうか。 Thank you so much for the video. This is very interesting. And thank you to my viewer who suggested the video. You know, it's amazing how cherry blossoms connect Japan and the world. These trees have a lot of meaning to Japanese people. It's a Japanese symbol. When you say sakura trees, what comes to your mind first is the country Japan. This was a very heartwarming story. If my country Philippines has this cold weather, I would definitely plant sakura trees. And this would always remind me of Japan. America and Uzbekistan are very lucky to have Japanese sakura trees. It's a symbol of their friendship and their past history. Well, anyway, I would like to thank the uploader of the video. Thank you so much. I'm a subscriber. And of course, to my viewers, 一緒に見てくれてありがとう。皆さん、気をつけて。またねー。